こんにちは。寒がりですけど、冬が好き。スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、ユニクロでこの冬買うべき服。 ベストセブンというテーマでお届けをしてみたいと思っています。僕は冒頭にもお伝えした通り寒がりなんですね。まあ最近はですね、だいぶ朝晩冷え込んできたので、まあそろそろですね、冬服本格的に投入していきたいなと思っているわけなんですが、まあ今回はですね、僕たちにとって一番身近なお洋服屋さん、ユニクロですね。この中で買うべき冬服、どれなのかというところで具体的にですね、7個厳選してみましたので、ぜ、ま、ひ、あ、最後までお楽しみいただければなと思っています。それ それぞれカテゴリーずつにこれが優秀なんじゃないかというものを挙げていますので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんですね、手持ちのものがあればそちらを活用していただければなと思うんですが、まだ持ってないものがあったらですね、ぜひ店舗ですとかオンラインでチェックをしていただきたいなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしていますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、行ってみましょう はい。ということで、ここからですね、具体的にユニクロの冬物で皆さんにおすすめのものをですね、どんどん解説していきたいなと思ってるんですが、まずはですね、まあ、真冬のですね、一番メインとなりうるようなアイテムなんですが、ダウンから見ていきたいなと思うんですね。ユニクロにもですね、いろんなダウンがあって、その中でどれを選べばいいのか迷ってる方も多いかなと思うんですが、まあ、個人的にですね、先日いろんなものを試着してきたんですが、その中でおすすめしたいなと思ったのが、こちら、ハイブリッドダウンパーカー 3D カットです。 ですね。これが非常に良かったです。通常ですね、僕の中ではブロックテックパーカーですね。これをお勧めすることが多かったんですが、まあ、近年はこのハイブリッドダウンパーカー出てきていまして、ちょっと丈がですね、長めになっているんですが、決してこうロング丈ではなくて、使いやすいような、まさにですね、今のトレンド感のあるようなダウンになってまして、これが試着したんですが、すごく良かったですね。まあ、カラー展開が4色で、ブラック、ブラウン、ダークグリーンとネイビーという形なんですが、 個人的に一押ししたいのはですね、えー、こちら58番のですね、ダークグリーンですね。これが非常に良かったです。まあ、オーソドックスなとこで言うですね、ブラックもすごくいいんですが、まあ、ダークグリーンのこう、ミリタリー感がないような、クリーンさのあるグリーンの風合いが、すごく個人的にはバランスがいいんじゃないのかなと思いました。まあ、ダウン系でブラックというと結構選択肢があるかなと思うんですが、ちょっとひねったものを買うのであれば、このダークグリーンすごく良かったんじゃないのかなと思っています。まあ、デザイン的に はすごくベーシックではあるんですがまずは左の胸元ですね縦にジップが走っていて左右対称に大きめの腰ポケットですねフラップもついているんですがちょっとですねワークだとかミリタリーを感じるような大ぶりのポケットこれまたデザインのアクセントになっていてすごくバランスがいいなと思いましたでサイズ感はですねほんのりゆったりめにしてあるんですがやはりユニコーンのアイテムということでそんなに思い切った大胆なサイズ感ではなくて定番よりも少しだけゆったりめこれぐらいが ですねかえって大人の男性にも使いやすいんじゃないのかなと思いましたあとはフードの立体感というところもすごくダウンに関しては重要だと思っていましてジップを上げた時のしっかりとしたフードの立ち上がりそしてジップをしてない時にもしっかりとですね襟元がふんわりとですね寝るような形になるのがすごく理想的なんですがそのあたりも含めてすごくバランスがいい印象でした、まあ、名前にもある通りハイブリッドダウンパーカーということでダウンと中綿を効果的にミックス しながら作ら作れてるんですねその点ですね、ダウンなんですけども、ハイスペックすぎて暑いということも結構あったりするんですが、その点はかなり使い勝手のいいような、ちょうどいい体温が保たれるというところでも、非常に便利なアイテムなのかなと思っています。まあ、通常のこう、ダウンに比べると、ダウンパックのモコモコっとした感じも表面には出ないので、割とブルゾン感覚で羽織ることができるような、そんなデザインになってますので、すごくシャープに見えるようなアイテムなのかなと思います。まあ、そういった点では、ユニコロの様々なダウンの中で でも、個人的には今年の冬選ぶのであれば、ハイブリッドダウンパーカーのダークグリーンが一番の一押しかなと思っています。皆さんもブラック系のダウンはすでにお持ちかなと思うので、ちょっとずらすという意味では、このようなカラーがあるだけで、だいぶ着こなしのバリエーションも広がるかなと思うので、ぜひ検討していただければなと思っています。 はい、続いて2点目にご紹介したいアイテムなんですが、リサイクルダウンジャケットですね。これはですね、派手さはないんですけども、地味に使えるアイテムなのかなと思っています。まあダウンなんですけども、ボリューム感としてはすごくこう、しっかりとあるというものよりは、ミドルレイヤーとして活躍するような、そんな一着なのかなと思います。秋の終わりから冬の初めにかけては、もうシャツだとか、スウェット、パーカーの上に1枚羽織れば、一番外側のアウターとしても活躍するんですが、もうちょっとですね、 で、中盤以降になったらですね、このダウンの外側にロング丈のコートですね、そういったものを着ていただければ、かなりロング丈のコートでも暖かさがですね、担保できるのかなと思っています。例えば、秋のコートってありますよね。 コットンのモッツコートとかそういったアイテムがあるかなと思うんですが結構ですね、着れる時期ってそんなに長くないんですね。これ単体では暖かさがあまりないので秋の終わりから冬前半ぐらいですかね。それぐらいに活躍するアイテムなんですがそのコートの内側にこのようなリサイクルダウンジャケットを持ってくればミドルレイヤーとしてしっかりと保温性が確保できるので意外とですね、冬の中盤ぐらいまでは着ることができるんじゃないのかなと思っています。その他 ご紹介しますがちょっっととボッックスス型ののののシルエットトテンカラーコーコ内側ななんかかかにに持ててきても非常に暖かいかなと思うのでまずは使い勝手の良さというところは、まあ、このようなユニコーンダウンのですね、一つ特徴としてはあるかなと思うんですが、個人的にはデザインのディティールがすごく好きなんですね。ノーカラーになってるというところ、ここが使いやすいポイントかなと思ってまして、ダウンなんだけども、ちょっとカーディガン感覚でさらりと着やすいようなデザインになってるんですね。この襟元のデザインだけでも全然僕は雰囲気変わるのかなと思っています。 ま、これも後でご紹介しますが、モックネック型のニットの上に羽織ってもいいし、あとはパーカーの上に羽織って、首元からフードを出すようなスタイルも合います。さらにはシャツとも相性が良かったりして、まあ、この襟型にすることで、だいぶ印象が変わるかなと思うんですね。まあ、この手のユニクロダウンとしては、定番のウルトラライトダウンがありますが、スタンドカラーの襟元もいいんですが、個人的にはこのようなノーカラーのですね、スッキリとした感じが、意外と重ね着しやすかったりするので、めちゃくちゃ使いやすいかなと思っています。カラー この色もですね、やはり深めのオリーブで、やぼったく見えないのですごくいいんじゃないのかなと思います。まあ、特にブラック系のアウターの内側に同じくブラックで同色系でまとめるのもいいと思うんですが、あえてオリーブで少しずらしてあげるのもバランスがいいかなと思うので、ぜ、ま、ひ、あ、こちら、すごく使い勝手のいい商品だと思うんですね。室内着としても使えると思います。 ワンマルウェアとしても使えますのでぜひ皆さんチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いて3点目はですね綺麗めな冬アウターとして皆さんにご紹介したいアイテムなんですが これはもう大定番ですね。ユニクロのウールカシミアチェスターコートはもう外せないアイテムかなと思います。これってもう結構定番で長くやってるので、ユニクロの中ではもうお箱と呼べるようなアウターだと思うんですね。そういったアイテムの良さっていうのは、毎年毎年お客様の声をですね、反映したいだとか、素材感の向上というところをうまく取り入れながら、徐々にアップデートされていく点なのかなと思っています。このようなチェスターコート、ユニクロですでに買っているという方もいらっしゃい あるかなと思うんですがやはり数年前のものと比べると結構違いがあることに気づくはずかなと思いますそれはどんな点なのかというと例えば竹の長さのバランスですとかあとは身幅ですとか全体のサイズ感ですねこのあたりが時代によって同じチェスターコートでも微妙に変化してるんですねこのあたりはやはり企業規模が大きいので本当にサイクルが早くしっかりとですね時代に合わせながらアップデートされているのを感じるのがこのウールカシミヤチェスターコートかなと思っています います、あ、ま15,900円というところでまずこのような価格で重量が買えるということがそもそもですねかなりレアだと思いますし素材も皆さんも知っての通りウールとカシミヤがブレンドされているわけなんですがこの10%のカシミヤのおかげで表面の光沢感ですね滑らかで手触りが良くて美光沢が楽しめるという点ではかなり高見えするかなと思いますまあ、いわゆるですねユニクロよりも上のセレクトショップのオリジナルというところと比べてもですね全く 遜色がないもしくは同等以上のレベルに品質がよく見えるのでこのあたりの完成度というのは本当に気合を感じるのでまぜ、あ、ひ皆さんにもお勧めしたいアイテムかなと思いますまあ、このようなチェスターコート自体トレンド感のアイテムというよりはもう定番的な位置づけなんですねですので1着持っておいてまず間違いがないかなと思いますし、まあ、最近は重量系もやはり少しずつ値上げしているところがあるのでちょっとセレクトショップのオリジナルだと手が届かないという方にはですねユニクロのこのチェスターコート もう一択でいいぐらいですね。間違いのない選択かなと思います。カラーはですね、三色になってまして、なかなか選ぶのが難しいですね。ブラックでシャープにまとめるのか、ネイビーで少し柔らかさを出すのか、もしくはその二色は持っていて、ちょっと雰囲気を変えたいのであれば、ブラウンという選択もすごくいいと思いますね。ブラウンもやぼったく見えるような濃い感じではなくて、割とこうベージュとブラウンの中間ぐらいの、すごく柔らかみのあるカラーなので、なかなか使い勝手がいいんじゃないのかなと思います。内側に白ニットだと ちょっとと明るめのののニットトなななんか合わせながらだと結構このようなブラウン系のチェスターコーコも使いやすいのでまあ、すでに持ってる方も多いかなと思うので、ブラウンの選択肢も非常にありなんじゃないのかなと思っています。まあ、サイズ感なんですが、まあ、ベーシックなところプラスアルファ、現代的な少し許さのあるところも取り入れてるので、まあ、今の空気感にも非常に合うのかなと思います。ただ、GU なんかに比べると、やはりサイズ感はそこまで大きくなくて、ベーシック向きかなと思うので、割とこう、カジュアルだけではなくて、ビジネスカジュアルとか、 そのあたりもオンオフで使えるような使い勝手の良さというところが感じられるアイテムなのかなと思っています。まあ相変わらず大定番で外せないコートかなと思うので、ぜひ皆さんこちらも店頭で試着をしながら検討していただきたいなと思っています。 続いて4点目のアイテムなんですが、これまたコートなんですけども、チェスサーコート、これはもう大定番としておすすめ、間違いないんですが、それとですね、比較すべきアイテムとして、皆さんにご紹介したいのが、シングルブレストコートですね。まあ今年はですね、カラー展開がですね、ベーシックなブラックと、あとはダークブラウンがあるのかな。まあこのあたりが使いやすいかなと思うんですが、僕もですね、実は昨年購入したものがあったので、今回も着てきました。ちょっと皆さんにもお見せしたいなと思うんですが、まあ、シングルブレスト ブレストコートは、いわゆるですね、ステンカラーコートのような一番オーソドックスな形のコートと、まあ、デザイン的には非常に近いのかなと思います。肩周りはラグランになっていて、少しこうボックス型の緩めのサイズイングを楽しめるコートとして、オンオフ両方で使えるようなそんな便利なコートなんですね。まあ、個人的にはチェスターコートも定番的でいいんですが、このようなシングルブレストコートとか、あとはラグランのステンカラーコート、このあたりが今のトレンド感とも意外と相性が良くて、 使い勝手がいいんじゃないのかなと思っています。で、去年はですね、今僕が着てるようなこういったヘリンボーンのグレーのものがあって、個人的にはこれめちゃくちゃ良かったと思うんですね。ただ今年はですね、こういったものがなくて、カラーとしてはダークブラウンですね。こちらの展開になってるんですね。 ま、これも実際に見てみましたが、まあ、良かったです。遠目から見るとブラウン単色には見えるんですが、よく近くで見るとですね、ハンドトゥースの細かな柄が感じられて、そのあたりもですね、平坦に見えないので、個人的にはすごくいいバランスなのかなと思っています。で、素材なんですが、チェスターコートのようにウールやカシミアのような天然素材ではなくて、こちらはポリエステル65%、レイヨン25%、アクリル10%ということで、まあ、主に下線でできているんですね。ですので、すの としてはやはりですね、定番のチェスターコートの方が上品かつ高見えするかなと思うんですが、 このあたりもですね、肌触りが良くて、なおかつ重量感がそんなにないので、まあ、着心地は割といいんじゃないのかなと思います。昨年と比べると、着丈が少し短くなっているんですね。まあ、膝丈ぐらいになることで、より足さばきが良くなっているかなとは思うんですが、まあ、このあたりのアップデートが、吉と出るか今日と出るかは、人によって感じ合い方が変わってくるかなと思うんですね。結構レビュー欄見てみると、去年の方が厚手で、割とこう、しっかりとした生地感が好きでしたという方もいらっしゃって、その ただの違いというのは昨年と今年ちょっと出てるかなとは思うんですね。 ただ僕自身も実際にお店で試着をしていましたが、そこまで明確な違いというよりは、まあ、ちょっとした違いではあるかなと思います。そのあたりにも敏感な方がすごく多くて、まあ、レビューを見てても皆さんすごく感覚が研ぎ澄まされてるなと思うわけなんですが、ただまあ1万円しない価格帯でここまで質の高いコートというのは、なかなか手に入れることがそもそも難しいかなと思うので、未だにコストパフォーマンスは非常に高いコートであることは間違いないかなと思っています。個人的にはこのダーク グレーのヘリンボーン柄がすごく良かったので、来年以降また復活してくれるとありがたいなと思うのと、あとは素材感ですね。まあ、天然素材を使ったステンカラーコートみたいなものがあると、個人的にはよりこう気分が上がるかなと思うので、もうデザインのベース自体はすごくいいので、ちょっと素材違い展開されると、よりなんか欲しいアイテムになるのかなというところは実感をしています。定番的なデザインと、あとは素材感の美しさ、コートとしての完成度というところを求めるのであれば、 僕はチェスターコートがいいかなと思うんですがトレンド感とか今のですねサイズイングというところも含めて少しゆったりでクラシカルなところをですね感じられるのはこちらのシングルブレストコートかなと思いますデザインで言ったら僕はシングルブレストコートの方が今っぽくて好きなんですねあと素材感さえここアップデートされれば、まあ、よりですねこちらのシングルブレストコートが 最強に近づくかなと思うので、まあ、来年以降ですね、また楽しみに見てみたいなと思うんですが、ぜひこちらのこともですね、皆さん試着をして検討していただければなと思っています。 はい、続いて5点目のアイテムなんですが、ニットですね。コートやダウンの内側に着るものとして、まあ、すごく使い勝手がいいのが、長袖で、なおかつ、カジュアルすぎず、綺麗めすぎないというところで、すごく大人の男性には使いやすいアイテムかなと思うニットなんですが、まあ、その中で冬に適しているのが、スフレアンモックネックセーター、長袖ですね。まあ、僕もですね、動画の中で先日ご紹介してたアイテムの一つで、スフレアンという素材感のものは、まあ、すでに持っているんですね。これもすごくいいんですが、 僕の手元にあるものは丸首なので、まあこれをですね、冬場に着るのも全く問題はないんですが、よりこう季節感を出すという意味では、モックネックですね。このクルーネックよりも少し襟が高くなっている形の方が、より暖かいですし、見た感じのこう季節感というところはですね、すごく高まるのかなと思っています。まあこの生地感ですね、まあやはりこう、手触りがすごく良くて、タッチが柔らかいんですね。もともとニットのチクチク感があんまり得意じゃない方でも、これだったら 使いやすいんじゃないのかなというようなまあ、そのようなですね手触りの良さというところが最大の特徴かなと思いますあとはですね厚みですね厚すぎず薄すぎないまさに中肉厚で重ね着がしやすいんですねまあ、例えばこの下にはですねもう本当にこうヒートネックのインナーを着てそれでこうさらっとその上に着るのもいいと思いますしあとはサイズ感がそんなにタイトすぎずに適度にゆとりがあるので下に白シャツとかを着てあげてレイヤードしてあげるのもいいと思うんですねそのあたりの汎用性の高さというところも 含めてすごくバランスがいいんじゃないのかなと思います首元のモック部分も画像で見ていただきたいんですが 高すぎないというところも僕は大切なポイントだと思ってるんですね。タートルネックって個人的にはあんまり得意じゃなくて首元の違和感が強いとどうしてもですね、着るのが億劫になってしまうんですね。まあ、モックネックにもいろんな襟型のものがあってネックの高さが様々なんですがこちらそんなに高すぎないので着ていて違和感というところはそんなにないかなと思います。そのあたりもしっかりと計算されているのが個人的には嬉しいポイントかなと思っています。まあ、カラー展開も豊富でどれ選ぶか結構 結構迷うかなと思うんですが、個人的に一押しは、ちょっと明るさが出せる32番のベージュですね。こういったものを着ることで、まあ先ほどで言うチェスターコートだとか、あとはシングルブレストコート、特にブラウンのコートと、このようなベージュですね。グラデーションを作れるので、すごく相性がいいんじゃないのかなと思います。あとはノーカラーのブラックのダウンだとか、ハイブリッドダウンパーカーのダークグリーンなんかにも相性がいいので、まあ個人的には一押しはこのベージュかなと思っていまして、まあ まその次にはですね、今僕の手元にもありますが、56番のオリーブですね。ちょっとこちらと色味が変わってくるかなと思うんですが、少しイエロー味を感じるような柔らかいオリーブになっていまして、これまた品があって、すごく使いやすいのかなと思います。まあ、ブラックみたいなベーシックな色もいいかなと思うんですが、個人的には少しひねりを効かせたベージュオリーブあたりが使い勝手がいいかなと思うので、ぜひそのあたりですね、価格も4000円未満で買えるので、非常に使い勝手がいいセーターだと思います。 ぜひチェックをしていただきたいなと思っています。 はい、続いて6点目はですね、シャツ行ってみましょうかね。まあ、トップ数ですね。ダウンですとかコートの内側に着るもののバリエーションとして、ニットだけだとどうしても単調になってしまうので、もう一つバリエーションが欲しいなということで、まあ、シャツを選出したいなと思ってるんですが、まあ、秋冬に使いやすいシャツの素材感としては、フランネルですね。まあ、いわゆる寝るシャツが一番使い勝手がいいかなと思うんですね。ただ、寝るシャツを言うと、なんかこうあんまりスタイリッシュなイメージを持ってない方も少なくないんじゃないかなと思うんですね。まあ僕自身 もかつてはそんなイメージがあったんですが最近はチェック柄のフランネルシャツというところも一つトレンドアイテムとして挙げられることも増えていましてまあ、その中でもユニクロでおすすめしたいのはこれもちょっと出てから時間が経ってるんですがユニクロ U の今季のですねフランネルオーバーサイズチェックシャツかっこ長袖個人的には68番のブルーが使い勝手がいいんじゃないのかなと思いますまあ、このようなチェックシャツの中でも結構色味としては深めで落ち着いている配色かなと思うんですねブルーという表現 ではあるんですがさまざまな色が使われていましてブルーとグリーンの中間ぐらいのような曖昧な色使いですねこのあたりがユニクロ U らしい配色になっているかなと思いますまあ、ボルドーからブラウンにかけてのちょっとこう秋らしいカラーというところもミックスされていて非常にこう大人見えするようなチェック柄なので、まあ、今季のユニクロのシャツの中では秋冬は改めてこれ使ってみるのもいいんじゃないのかなと思いますどうしても秋の着こなしって重たい色のものが 多かったりするのでまあその中でちょっと動きを出してあげるというところでは無地もいいんですがこういった柄物ですね特に今期はチェック柄みたいなものもトレンドになっていますのでユニクロ U のフランネルシャツでちょっとこう雰囲気出してみるのもいいんじゃないかなと思っています、まあ、サイズ感はオーバーサイズということで割とこうストンと落ちるようなタイトなものではなくてややゆとりがあるサイズイングになっているんですねですのでこのシャツが発売された時期はもうちょっと前になるんですがその頃には一枚着として着るのが最適だ かなと思うんですが、今時期だったらこの上にですね、先ほどご紹介したノーカラーのダウンですね、ブラックなんかを合わせてもらってもいいかなと思いますし、あとはもう少し季節が進めばその上にですね、さらにシングルブレストコートなんかを着てもすごく雰囲気が出るのかなと思うので、まあ、重ね着の一部としてこういった柄物を使ってあげるのは非常にいいんじゃないのかなと思っています。またちょっと寒くなってきたら内側にはタートルネックの白カットソーがユニクロにあって、それがめちゃくちゃ使いやすいですが。 その上にこのチェック柄のシャツを合わせて着てあげるっていうのもすごくバランスがいいんですねまあ、これから冬の季節にかけて毛感があって季節感のあるようなこういったフランネルシャツすごく1枚あると便利かなと思うのでぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思っていますはい続いてラスト7点目はですねボトムスですね皆さん予想通りです 今回も選出したいのは、タックテーパードパンツですね。まあこれのですね、秋冬バージョンの生地が出ましたので、まあこれが個人的には、まあユニクロには様々なボトム数、冬音もあったりして、もうちょっとですね、素材感的に暖かさを感じるようなものもあったりするんですが、僕はそういったものよりはですね、割と定番的なパンツの方が使い勝手がいいなと思ってまして、タックテーパードパンツは春夏のもの結構薄手で、さすがにですね、そろそろ入ってると寒さを感じ 感じになってきたのでこれから先の季節に関しては秋冬バージョンのこちらがいいんじゃないのかなと思います2つを比較するとかなり厚手に感じるんですがいわゆるこうダンパンみたいなものに比べるとまあ、そこまでですね思いっきり冬に振ってあるというパンツでもないのかなと思いますまあ、非常に使い勝手がいいので個人的にはこの厚みもいいと思いますしまるでこうウールに見えるような上品な質感も楽しめるのでまあ、この3,990円という価格帯でこのですね質感を楽しめるのは非常にありがたいかなと思います、まあ ワイドテーパードパンツということで、名前にワイドと付いてるんですが、個人的にはそこまでワイド感はないのかなと思います。いわゆるワイドと呼ばれるパンツにも結構範囲が広いんですが、まあ、ユニクロの表現するボトムスの中でのワイドなので、割とですね、大きすぎないバランスなので、大人の男性にも似合いやすいかなと思うんですね。今までタイトなものばかり履いていた方が次に行くボトムスとしては、割とエッジが効きすぎてないというところでは使い勝手がいいかなと思います。また 下髪も結構深めにでできてるのでちゃんと腰位置を上げて紐をしっかりと締めてきてもらうのが良いパンツかなと思うんですね。 僕はですね、サイズ的には XS を購入したんですね。これオンラインだけのサイズ感で、今もうすでに売り切れちゃってるんですね。こういった人気パンツって端っこのサイズが結構売れやすいんですね。XS ですとか 4XL が今売り切れている状態なんですが、ちょっとですね、おっきめに感じるかもしれないので、サイズ選びは結構慎重にした方がいいと思います。あえてワンサイズ上げるとかしなくて、ジャストサイズか、 もしくは下のサイズぐらいで履いてもらってもしっかりとワイド感はちょっとほんのりと感じ合えるかなと思うのでぜひ皆さんに試していただきたいボトムスかなと思っていますしっかりとね膝下テーパード効いてるのですごくねあの足も長く見えるんですよねここもよくできてるポイントだと思いますカラー展開は4色になっていまして個人的にはブラックはもうマストで持っておくといいかなと思うんですがその他にはダークグレーですねこのあたりの色味もすごく深みのあるグレーでやぼったく見えない しブラックに比べると少し色の変化が楽しめるので上半身がブラックの時とかはあえてダークグレーぐらいで少し色の違いを出してあげてモノトーンスタイルを楽しむのもすごくバランスがいいかなと思うんですね、まあ、その他にはちょっとこうアースカラー的なダークブラウンなんかもすごく季節感が出ていいかなと思うので、まあ、このあたりをトライしてみるのもいいんじゃないかなと思っています、まあ、いずれにせよ3990円でこのボトムスが買えるというのはすごくいいですし、まあ、シンプルなチェスターコートですねこのあたりを着たとしてもボ トムスに今っぽいサイジングが表現されることで、だいぶ見え方が変わると思うんですね。 チェスターコートに対して感度パンツを合わせてしまうと結構ですね今のスタイルというよりは数年前のスタイルになってしまうかなと思うのでちょっとボトムスだけでも雰囲気を変えてみるとだいぶチェスターコートのようなベーシックなアイテムでも見え方が変わるかなと思うんですねまたはシングルベーストコートのような最初からちょっとこう丸みのあるようなものにも非常に相性が良かったでするのでこのボトムス1本あることで結構ですね今日ご紹介した商品がより映えるかなと思うのでぜひ皆さんもですねチェックをしていただければなと思っています はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画ではユニクロでこの冬買うべきですね、アイテムベスト7というテーマでお届けさせていただきました。まあ、どのアイテムに関してもやはりユニクロらしい定番さがありつつもその中にほんのりトレンド感を交えたようなアイテムだったのでかなり大人の男性にも使いやすいものが多かったのかなと思っています。どのアイテムをとっても定番的な安心感というものありますし、その中でも毎年アップデートをされているところもあってやはり数年ぶりに買い替えたりすると 驚きがあったりだとか、ちゃんとアップデートされてるんだなというところが実感できるかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、この機会にお店に足を運んで試着をしていただければなと思っています。これからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説したいなと思ってるんですが、もう少しエッジの効いた中級者向けのアイテムですとか、コーディネートに関しましては、僕はもう一つ運営してます、YouTube のメンバーシップチャンネルの方でしっかりめに解説をしています。結構ですね、入られた方はボリュームに驚か てるんでですが週4本のペースだいたい1分あたりの動画もですね、30分前後ぐらいあるものが多いんですね。 また、週に1回のペースでライブ配信やってまして、そちらはですね、ほぼほぼ1時間ぐらいお届けしてまして、皆さんと一緒にですね、コメントをいただきながら、まあ、交流するような形で動画を発信してますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなかゆっくりと動画を見る時間がない方のためにですね、オンラインサロンというものも運営をしています。そちらは、文章と写真ベースでおすすめのアイテムとかコンネットを解説をしてまして、だいたい1分ぐらいでサクッと記事が読めるようになってるんですね。 なので、個人的には結構オンラインサロンも読みやすいのかなと思っています。僕の方ではだいたい1日に2、3回投稿していまして、その他にも僕以外のスタイリストの方が2、3記事投稿してくれたりだとか、あとはオンラインサロンに入ってる方もですね、発信ができるんですね。で、結構ですね、皆さんの発信も価値が高いものたくさんありまして、結構大人のですね、おしゃれ好きの方がいて盛り上がっていますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただければなと思っています。 以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。